はい。では続けてチャプター5をですね、やっていきたいと思います。AI チャットアプリをデプロイしようということですね。はい。ローカル環境で開発していたアプリケーションをウェブにデプロイしますと。StreamLint Community c l ってのがあるんですね。まあ、本番利用はできないみたいですが、簡単にやるぐらいならできるって感じですかね。StreamLint クラウドは StreamLint アプリケーションを簡単に Web 上で公開して共有できるサービスですと。登録してコードを GitHub レポジトリにプッシュしてアプリケーションをデプロイできますということですね。 でコードが更新されるたびに自動的に更新するっていうこともできますと。ちょっとすべてのプライベートレポジトリの閲覧権限を要求されるっていうのはちょっとこれは嫌な感じですね、私は。で、無料プランもありますと。はい。まあ、私の場合は Azure に展開とかっていうところが現実的な感じはしますね。登録して、コード依存関係を GitHub レポジトリにプッシュして、設定ファイルを修正して、アプリ設定をカスタマイズして、デプロイすると。なるほど。 うーんとですね。ま、ここは私はスキップします。やるなら私だったら a ジ u r ル上にやりますのでというとこですね。はい。じゃあちょっと次の章いっちゃいます。初めての AI アプリを作ろうのウェブサイト要約。はい。ウェブサイトの予約をするものを作るということですね。で、丸ごとコイペして使えるように、あえてクラスに切り出したり、別のファイルに分割してはいませんということらしいですね。まあ、学習にはその方がやりやすいですね。じゃあウェブサイトのコンテンツを取得して、それを ChatGPT API に渡す方法を知ると。 でサイトのコンテンツを予約する方法を知る。まあ、この辺自分で独自ではやってますが、まあ、うまく分割してやるようなところまでカバーが簡単にできるんだったら嬉しいなって感じですね。ストリームリンターが動いていてアクセスして、ウェブサイトコンテンツを取得して、ラングチェーン経由でチャット GPT の API で予約してもらって返すって感じですかね。ウェブサイトの URL を入れてサマリーを出すと。はい。ちょっといきなり動かして遊んでみてからにしましょうかね。 ウェブサマリーとかにしますか。はい、貼り付けまして、ちょっと新しいパワーシェルターミナルを起動しまして、はい、ストリームリントリントラン0 4ですね、今度はね。はい、ウェブサマリー、実行してみます。はい、モジュールがないとやれましたね。ストリームリントチャット、ないんでしょうか。じゃあ、PIP、インストールしておきますか。はい、ちょっともう一度やります。うん、スクレーピング用のモジュールもいりますね。 インストール必要なファイルを、まあ、モジュールを入れまして、もう一度。はい。じゃあ、URL として、私のウェブサイトにしますか。evista.net。こちらを入れてみましょう。取ってきて、要約してくれてるのかなうん、予約してくれましたね。うん、予約はバッチリですね。オリジナルのテキストも表示してくれてます。まあ、この長さのやつを、ここやって要約してくれてて、結構いい感じで訳してくれてますね。お金はこれだけか,かってますと。 あクリアーカンバセーションやったらもう一回行っちゃいましたね。うん、まあいいんじゃないでしょうか。ちゃんと動きますね。でページの取得はゲットコンテント関数で行っていますと。並べが本文っぽいところを取得するようにしてくれてますと。ビューティフルソープを使って、まあ、メインとかアーティクルとか、まあ、その辺があればそれを取ってくるし、なければ全体を返すという感じですね。で、要約を指示するということで、プロンプトを作りますと。コンテンツが長い場合は先頭の1000文字を利用して、 適当に省略するということをしてるみたいですね。まあ、第8章で長時間の YouTube 動画の予約を行うときに長いコンテンツを適切に扱う方法を説明しますとなってくれてますので、こっちが私は知りたい感じですね。まあ、ちょっとそこを楽しみにして、まあ、順番に進めていきたいと思います。で、プロンプトは、ウェブページとコンテンツで内容を何とか文字程度で分かりやすく予約してくださいと。で、コンテンツの先頭の1000文字入れてやってるということですね。で、それを表示してると。うん。まあ、シンプルな作りですね。はい。 全体のコード量134行ですからね。簡単ですね。この辺はページの先頭ですし、イニットメッセージもまあまあまあそのままですね。で、セレクトモデルはサイドバーでラベルにしてるだけで、URL を取ってくる。URL をバリデートする。で、コンテンツを取ってくるというのはさっきの話の通りで、で、プロンプトをここでは作ってますと。300文字程度でやってくださいって感じですかね。規定値だと。で、ゲットアンサー。 でメインがあると。うん。まあシンプルですね。はい。いや、でもこんぐらいで動いちゃうんですから、もうほんと簡単ですよね。うんなるほどね。はい。じゃ次は YouTube 動画の予約。ラングチェーンの方で YouTube のコンテンツが取れるというのはちょっと驚きなんですが、その辺を見ていきたいと思います。ラングチェーンのドキュメントローダーの使い方を知る。ラングチェーンのロードサマライズチェーンの使い方を知る。ラングチェーンのプロンプトテンプレートの使い方を知る。はい。この辺ですね。 YouTube の動画を見てもらってその予約を書いてもらうアプリを作っていきますと、はい、まずは完成版のコードを動かして遊んでみましょう 05YouTube サマリーはいじゃあ YouTube サマリーを実行してみます動きますねじゃあ何か YouTube の動画をということなので私のチャンネルの動画とかにしますかこちら私のチャンネルこのアクティブディレクトリ入門動画の1番にしますかじゃあこの URL を入れましてはいエンター なりました v ップインストール YouTube トランスクリプト API っていうのをやりなさいと言われましたのでやりますなんか Python で何でもライブラリありますよね恐ろしい世界ですねはいあこれでどうでしょうダメでしたはいちょっと一回終了しますもう一回実行しますはいもう一度実行しますはいはいパイ t u b e っていうのも入れろと言われましたねはい入れます終了してもう一度実行してでもう一度いわゆるをコピーしまして貼り付けますはい あ長すぎてあれですね。ちゃんと取ってきて投げたみたいですけど、全体の長さが長すぎてエラーになったという感じみたいですね。そこについては、研究されてんのかな。まあいいや、ちょっともうちょっと短いやつでまずやりましょうか。じゃあね。短い動画ありますかね。私、長い動画ばっかり。この7分29秒ならいけるかな。はい。Azure の更新情報のやつですね。やってみます。とことはできましたね。 サマリーとしては、この YouTube ビデオのトランスクリプトでは、Azure の更新情報が7つ紹介されています。具体的には、Azure Caos Studio のパブリックプレイが開始され、ユーザー割り当ての管理とカスタムロールの割り当てが可能になりました。また、Azure StorageMover が SMB 共有を Azure ファイル共有に移行することができるようになりました。さらに、Azure Drop Storage の Cold Piacca。うん。Cold Tier ですかね。うん。一般提供され、Azure Premium SSD V2D ディスクストレージがさらに地域で利用可能になりました。最後に Azure Site Recovery のアップデートロールアップ68が提供開始され、新しいカスタマラーページのサポートが追加されましたと。予約はしてくれてますね。ちょっとおかしいですけど。で、オリジナルテキストは、これがオリジナルテキストですと。え結構長いですけど、ちゃんとあのやってくれましたね、はい。YouTube 側で自動生成してくれてるトランスクリプト、それを元に予約するっていう動きなんですかね。うん、そんな気がしますね。 はい、ラングチェインの便利な機能ということでこの AI アプリではドキュメントローダーロードサマライズチェインこの2つの便利な機能を用いていますとドキュメントローダーさまざまなソースからデータを読み込み言語モデルが処理しやすい標準的な構想ラングチェインでいうところのドキュメントに変換する機能ですとなるほど以下のコードで YouTube 動画の内容正確に字幕を取得していますと GetDocumentYouTube ローダー FromYouTubeURL で URL アドビデオインフォトルランゲージ英語、日本語。なるほど、えー。何も書かずに取れるんですね。これでね。で、ドキュメントのリストが返ってきますと。ソース、タイトル、デスクリプション、ビューカウント、サムネイル URL、パブリッシュデート、レングス、オーサーなどなどと。なるほどで。対応するデータソースとしては、まあ、いろんなものが対応してますよってことなんですね。YouTube もできるし、Twitter もできるし、Slack もできるし。なるほど、なるほど。 ラングチェインってこんな感じになってたんですね。うーん。知らなかったな。でドキュメントというのは、さまざまなソースから得たデータを言語モデルが解釈しやすい形に構造するためのデータの型ですと。なるほど。ページコンテントとメタデータからなってますよということなんですね。なるほど。でラングチェーンではドキュメントをそのまま LLM に渡すことができると。もうそれは楽チンですね。2つメソッドがあって、1つはロード。もう1つはロードスピリット。あ、スプリット。あ、これで。 もう分割でできちゃうんだ、えー、楽ちんんだすねなるほど。でサマライズというところでロードサマライズチェーンという機能で実際の予約をしているということなんですね。プロンプトのテンプレート。まあ、これはわかるとで。このロードサマライズチェーンっていうのがもう予約してくださいっていうやつなわけなんですね。LLM チェーンタイプバーボスプロンプト。これ予約してくれちゃうんだ。うん なんかね、簡単すぎちゃって、あれですけど、要約チェーンのタイプをチェーンタイプで指定しますと。スタッフ、マップレディウス、リファイン。なるほど。スタッフっていうのは、まあ一番基本的でそのままやるって感じなんですね。で、マップレディウスは、複数のドキュメントをまず個別に予約してから、それをまとめると。で、リファインは、分割されている文章を最初から順番に処理して、要約した文と次の文を合わせてまた予約するという方式で、 徐々に全体の予約部分を生成しますと。なるほど。これはそのまま。これは並行してそれぞれやるって感じ。これは先頭から順番に徐々に作っていくみたいな感じですか。このマップレディウスを使うとすごく長い動画の予約も作れるということになるわけですね。スタッフチェーンはそのまま。マップレディウスチェーンはこうぶった切っといてそれぞれ予約してそれをこうサマライズしてやると。 なるほどラングチェインでは規定でこんなふうになってて英語になっちゃうので、まあ、独自のやつでやってますということですね。でロードサマライズチェインを定義した後実際に実行してるのはここですと。でチェインで、まあ、ドックスを渡してリターンオンリーアウトプッツを指定してると。うんんなるほど、うん。とりあえずこれで予約はできましたねと。ただこれは長い動画だとダメですということですね。はい私たちもダメでしたからねトークンの数が足りませんよということですね。では 長時間の YouTube 動画を予約すするという方法ですねマップレディースを使ってやりましょうということなのでそちらを見ていきましょうチャプター8はいでこの章では長い動画だったらダメだったのでチェーンタイプマップレディースを使って予約をしていきますとテキストスプリッターって何なのかを知って GPT3.5 ターボを 16K トークンの量が多いやつですねそれの便利さを知りましょうということですねで完成版のコードをくれてますのでこれも 実行していきましょうかねサマリーい、まああんま変わってないんでしょうけどこれでエラーなくようやくできることを見ておきましょうか6はいこれで私の長い動画をこれですねさっきエラーになったのははいこれ49分39秒ですからねかなり長いですはいじゃあこれをあなんかエラーになってますねん、まあ、?YouTube いわれるはいこれ入れてみましょうはいピップインストール ティックトークンしてくださいと言われてますのでやります。はい、入れました。じゃあ一度実行し直しまして、でこちらの URL をもう一度コピーして YouTube サマライザー。なんか選んなっちゃいますね。はい。なんか途中の経過がコンソールに出てますね。うん。これをこう並行して文章を区切ってこう投げたということですね。これが一つ、これが一つ、これが一つと。まあ文字数は多いですね。はい、出ましたね。で、サマリーとしては。 この YouTube の動画はアクティブディレクトリー2問について解説していますと。アクティブディレクトリーの構造や要素、関係性について説明されています。またネットワークや認証方法、ディレクトリーの複製診断書きについても詳しく説明されています。動画の最後ではシリーズとして続ける意向が示されています。うん、サマリーとしてはバッチリな感じはありますね。オリジナルテキストは今度は長いですよということですね。うん。途中で切られてますが、長いですと。GPT 3.5の 16K にモデルを切そうすると長くなるのかなっと一個一個の送ってる指示の方の長さは変わってないように見えますけどねサマリーが長くしてくれるのかなはい 16K の方でもサマリーを作ってみました少し技術的な用語が増えましたねうんようやくとしてはいい感じですねはいサマリーが出ましたということでオリジナルテキストは012ということで の分割が少ないですすすねね、うん、トークン数が長いいいかからとううこなななんですか、ねはい、そんでそ感じににってるように見えますで今回やるのはチェーンタイプスタッフじゃなくてチェーンタイプマップレディウスでやりますよとやりましたよと、まあ、こういう違いがありますよということですね。長いドキュメントを分割して小さなドキュメントのリストにして分割した小さなドキュメントを個別に予約して個別に予約した結果を結合するとで結合した中間生成物の予約を行って最終的な予約結果とする。 なるほど。で以下2つのプロンプトを準備しますと。分割されたドキュメントを予約する時に使うのと個別の予約をくっつけた中間生成物をさらに予約する時に使うと。ふむふむ。まあでも簡単にもうなんかできるようになっちゃいましたね。うん、うん、なるほど。で 16K の活用の話もありますと。で長いドキュメントの分割を自動で行ってくれるんですがでテキストスプリッターとしてはこのリカーシブキャラクターテキストスプリッターってやつを使ってますと。でちょっと調整を。 長くやりたかったら自分で入れるって感じになるんですかね。ラングチェインのテキストスプリッターは長いテキスト、小さなテキストの塊、チャンクに分割するためのツールですと。何らかのルールに基づいて大きな文章を分割し、特定のサイズになるまで結合しますと。分割方法、サイズの測定方法、計測方法によって種類が分かれてますということなんですね。キャラクターテキストスプリッターっていうのは文字単位でテキストを分割すると。で、デフォルトで使われてるのはリカーシブキャラクターテキストスプリッターで、 なるほどねどういうふうに区切るかっていうのを、まあ、開業とか開業2つとか、まあ、1つスペースとかそういうのを使ってテキスト分割しつつ、まあ、日本語だったら丸とか点とかを足すっていうこともできるしチャンクオーバーラップというパラメータがあってうまくちゃんとこう文字をかぶらせるようにすることができると。なるほどね。そうですよねうまく文字をかぶらせないと分割して LLM にため頼む時にこう。 前後の話とかおかしくなりますからね。そこら辺うまくやるための仕組みっていうのも入ってるということなんですね。賢いですね。チャンク同士を何文字被らせるかっていうのがチャンクオーバーラップですと。なるほど。From t i クトーク e エンコンダーという面相ともありますと。同じ文字数でも日本語と英語でトークン数がかなり違うので、複数言語を扱うときに、こう文字数でやっちゃうと、まあ、ちょっと変なことになることもあるので、この From t i クトーク e エンコンダーってやつを使うと、トークンの長さでやってくれると。 テキストスプリッター、リカーシブキャラクターテキストスプリッターで、フロムティックトー k e n c o d e r ってやると、それでやってくれるってことですね。なるほど。ああ、ラテフテキストスプリッターとか、マークダウンテキストスプリッターみたいなやつもあるんですね。なるほどね。面白い。コードテキストスプリッターってのもありますと。なるほどね。なるほど、なるほど。で、ゲットドキュメント関数は書きのようになりますよということで。 でこのテキストスプリッターをここで作ってますけど、そこら辺がこの,この構造でやってますよってことなんですね。でトークン、Tick トークンエンコーダーを使っており、今のセッションのモデルの名前、でそれぞれの MAX のトークンでやってますと。オプションで切り替えると、ここも自動で変わるようになってですね。で、本文以外の指示のトークン数をまあ引いとかないとダメですよってことなんですね。で、このサマライズ関数を用いて予約を行いますと。うんうんなるほど。 話は分かりましたところでさっきのやついくらかかってんですかねおお結構かかってますね0.64380ドルやっぱあれですね16 k の方が高いですねこの一発で100円ぐらいかかってますねなるほどまああんまり遊びでやるとお金がどんどんかかっちゃってしょうがないですねまあでもいい勉強になりますねがっつりこうね現金でかかってきちゃうからちょっとなんとかしたいところではありますがまあいいでしょう 次は PDF に質問しましょうみたいなそういう話の話ですねただこの YouTube をこうやるっていうところに関しては自分の YouTube 動画から記事を大量生産するようなまあそういうのをやりたいなっていう気がしますねえここまでの内容を理解して自分で YouTube 動画を要約じゃなくて文字起こしでそれからブログとしてブログ記事として使えるような,なんかそういうレベルの品質の文章にするっていうアプリをちょっと作って 見たいいと思います、まあ、それができたらまた先に進もうと思います。というわけでこの動画は一旦ここでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。